こんにちは。黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、えー、私はあの心理学カウンセラーの免許を持ってまして。まあ、免許って言っても大したことじゃないんですけど、あれ、教会資格なんで、あのー、まあ、いろんな教会が出してる、まあ、一つの免許を持ってるだけですね。まあ、臨床心理士っていうのもものすごく難しいんですが、あれも教会資格です。国家試験っていうのは心理学では今のところないんで、ま、心理学っていう。だから、しっかりした心理学ってなかなか日本では学べないんですが、 まあ、心理学の、ま、本も僕好きですし、まあ、僕がずっと勉強してきた、ええー、内容を皆さんにシェアしていきたいと思うんですね。で、そもそも心理学っていうのは、なんとなくイメージで僕もそうだったんですけど、相手を手のひらの上で転がすのような、要は相手を操作するような学問だと思ってたんですけど、はい、これ、基本は逆ですね。過去と他人は変えれない。変えれるのは自分と未来だけっていうことなんですね。なので、こう、 まあ学校の先生がこの生徒さんをこうたまたま変えたことができたとかまあもちろんそれはあるんですねきっかけは与えることはできるんですけどただその生徒がじゃあ100人に同じこと言ったら100人が同じ動きをするかってそうじゃないですよねきっかけ与えてるけどその子のタイミングじゃなかったら結局その子は変わらないんですよどんなにいいこと言っても 誰から言われたっていうのも大事なんですね。その人が自分のことをすごく好き。あ、この先生大好きだと思ってたら言うこと聞くかもしれないけど。でもどんなに好きな先生でも自分のタイミングじゃない時に、いくらいい話されても動かないんですね。なので、えー、まあ、変えれるのは自分と未来だけ。ということで、自分が変わっていけば未来も変わっていくし、自分自身の発言とかも変わっていけば相手が変わっていく。なかなか変わらないです。これもでも30過ぎるとね。 もうあの、30年生きてきた自分のやつなので、そうすると環境を変えたりとかしていくとか、もうその本読んだぐらいではなかなか変わらないんですけど、ただその思考とか考え方を変えるだけでいろんなものが変わってくるので、今日はそのお話をしていきたいな。まあ、自分の気持ちをね、じゃあこう、相手が変わらないからって言って、その、じゃあ諦めるというか、 結構心理学やってる時は僕は自分が自分が変わらなきゃと思って相手の結構欧平な態度とかも全部理解してそれを受け入れようとしてたんですけどそうするとだんだんだしんどくなってくるんですねではなくて自分の気持ちを上手に相手に伝えるっていうそういうテクニックは心理学にいっぱいあるんですねあとはもう伝えてしまったらアドラー心理学でいうとこの課題の分ですね相手がその時にどう思うかは相手が課題であって自分の課題ではないと自分がこうやめるとか そういうことを決めるのは自分の課題であって、親が学校を辞めたことに対してはやいねい言うのは、それは親の課題であるっていうふうに考えて、自分のやりたいことをやっていくっていうのがアドラの心理学ですね。ただ心理学っていろいろあって、アドラの心理学って結構きついんですね。なんかもう頑張らない人間ダメみたいな感じの、なんか心理学に近いところがあるんで、本当に心が弱ってる人とかアドラの心理学とか読むと、逆に凹んでやばいかもしれない。 本当心理学って処方箋でその人に合った心理学をこう選んであげないと結構逆効果になったりとかすることはすごくあるんですねなのでまあその結局はその,その人のこう経験則とかそういったものがすごい大事になってきますまあ勉強しちゃったやっぱそっと勉強したぐらいじゃなかなか心理学っていうのは相手にもなかなか適応しないんですがただその自分の気持ちを上手に伝えるっていうの,の中にまあテクニック的なもので 相手の無意識っていうのをね、人間の意識と無意識っていうのをちゃんと勉強、それはまたやるんですけど、そうすると、なんかこう、相手の意識化じゃなくて、相手の無意識に語りかけるために、相手のこう、ミラーリングって言って、相手がこういうふうにすると、自分もこう、鏡みたいにこういうふうにして、そういう時間がなければ長いほど、あ、この人とは気が合うなって思わせたりとか、そういうこう、自分の気持ちを相手にね、うまく伝えるってことが、っていう手法っていうのはいっぱいあるんですね。でそういうのも、まあ、ちょっと僕の知ってる限り、どんどん伝えていこうと思うんですが、 今日は基本形ですね。だから、相手の性質を理解して、えー、うまく誘導することはできると。でも、まあ、そういう,こうミラーリングとかね。あと、こう、まあ、人間って、こう、4種類ぐらいにこう、うのおはさの派すごくこう行動的か、 まあ、よくこもりがちなタイプかっていう、4種類に分けれるって言われるんですけど、その、こういう性格の人だと、こういう言葉が返ってくるだから、こう攻めるみたいな感じで、うまく誘導していくことはできるんですね。でも、その人自体が変わるかどうかっていうのは、相手が決めなきゃいけないし、どんなにいろんなことを伝えたとしても、それがうまくいくかどうかっていうのは100、100%ではないと。でも、自分を変えようと思って決めていって、やっていくってことは100%できるで、ね、自分だからね。ただ、なかなかね、本当に環境とか変わらないと。 難しいところあると思う。ただ、こう、一番基本で、今日からでもすごくこう、自分で感じてできることっていうことがあって、今の自分の状況にどれだけ感謝できているか、これがね、すごい大事なことなんですね。まあ、有名な話で、コップに水が半分入っています。これをね、水が半分入ってるって思うか、半分入ってないって思うかなんですね。で、こう、 入ってない方に焦点が当たる人っていうのは、入ってないことばっかり考えちゃうんですね。入ってることに考える、始めると、意識がいくと、あ、こんなに、あ、これも入ってる、これも入ってる、あ、これも入ってるっていうふうに思うようになるんですね。私のすごい大尊敬するですね、東京大学教授の福島聡さんですね、えー。彼はですね、3歳の時にね、右目が、えー、視力がなくなってしまって、9歳で左目の視力がなくなってしまして、 18歳で完全に耳を聞こえなくなってしまうんですね。で、まあ言われてたのがもう本当に宇宙空間に掘り出されたような状態ですね。僕音楽扱うじゃないですか。明日起きたら両目が見えなくなっていて耳も聞こえなくなっていてこのまま生活しろって言われたらどうするんだろうって本当にそのテレビを見た時すごい怖くなったんですね。そしたら僕、もし明日そんな 状況になるんだったら、今の生活ってめちゃくちゃ楽しまなきゃダメだなって思ったんですね。こう、でも彼は、まあお母さんがすごい展示をね、指でこう、こう耳が聞こえなくなる前にですねこうう、こういう指の3本の指でこう一生懸命こうやって伝えるんだよっていうことを一生懸命伝えていくんですね。そうすることによって、まあ18歳までね、耳が聞こえていたので、彼はもう喋るのも普通の正常に喋ります。ただ、 相手の音はもう全然聞こえないし、自分の声も聞こえないみたいですね。伝わってこないそうなんですね。そんな孤独な空間で、東京大学の教授ですよ。こっから勉強されて、すごく彼の授業が面白いってって、やっぱりこういう人気があって、こんな状況でいつも明るくいて、ピアノも弾けて、ピアノってちょっと弾かれるんですけど、そんなこと僕にできるかなって思うんですね。 こうやって考えると、自分っていかに恵まれてるか。でこう、コップに水がね、半分しか入ってないって言うんですけど、今の世の中でね、食事に困ることもなければ、生活に困ることもないし、寒い部屋で毛布もなくって、ブルブル触れながら寝るってこともないわけだし、正直ね、今の日本にいたらね、8割9割水って入ってると思うんですよ。でもほんの1割か2割の部分が足りないところを、 すっごいここをね、こう、やれこれが足りない、やれこれが足りないっていうふうに思ってしまう。すごい気持ちわかるんですでも、クローズアップすると、どん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 足りないものって見えてくるんですね。でも、自分の中で満たされてるものにまず感謝するっていうところが、やっぱり一番、もうどんな心理学を、教本を見てみよう、全部同じことが書いてあるんですよ。だから結局は、基本っていうのは、今の自分の状況にどんだけ感謝できているのか。例えば、 水を汲むっていうのもね、昔はやっぱりこう、遠くの川まで汲みに行ってね、で、水を大切に扱うわけじゃないですか。でも今蛇口パッてひねったら水がピゃーって出てくるわけじゃないですか。これってこれだけの状況だけどすごい感謝しなきゃいけないし、なんかいろんなものに対してやっぱ感謝ができないと、この福島さんみたいな形ではやっぱやっていけないですよね。だからまあ、やっぱり自分の状況にどんだけ感謝できているのか。これがもう本当に もう基本、これに尽きると思うんですよ。だからこう、いつもね、こう、ありがたいなと、いつ死んでもこう、全然大丈夫だなって思えるような生き方をしようって僕はずっと思ってるんですけど、これってすごい大事で、この今の状況っていうのに対して、足りてるものばーって書き出してみたりとか、こう足りないものを書き出すんじゃなくて、あ、こういうのもあった、こういうのもあった、こういうのもあったってやるとね、すっごい、 自分って、なんか生かされてるんだなっていうか、本当にいろんなものに支えられて生きてるんだなっていうことに気づくと思うんですね。そうするといろんなものに対して感謝し始めると思うんですよ。で、愚痴ばっかり言う人って、やっぱりこの水がね、足りないとこばっかりにこう焦点が当たって、もうあくれ足りない。だからいつも俺ダメだ。だからいつもこれダメなんだ。みたいなね。まあ、えっ、ー、と、ジャズの曲で言うとですね、えー、Everything h a p s to Me っていう曲があって、その曲はね、 失恋しちゃうからもうね、ゴルフを予約したら雨あるしねもう。もうね、何やったって俺のため、もう全然うまく俺のもう人生ってもう最悪だよねっていうのをずーっと嘆き続けてる歌なんですね。そう感じることってすごいあると思うんですけど、そう感じた時ほどね、自分がね、こういう、串川さんみたいに、もう両目失って、ね、で、耳も失ってみたいな状況をね、そういう状況の、 中で自分が生きるって思ったら、どんだけ感謝してもし足りないって思うじゃないですか。例えば、戦争時代に生まれてきてたらね、もう自分の結婚した嫁さんを置いてね、人を殺しに行くっていうね、そういうことをしなきゃいけない。このゼロ戦に乗って、もう突っ込みに行かなきゃいけないみたいな。どんだけ怖くて、どんだけもっと生きていきたいと思うかみたいな。 そうやって考えると、そんなことしなくていい状況っていうのは、感謝してもしてもし足りないと思うんですよ。自分の生きてきた状況の中で、今やっぱり満たされてるところをまず目を向けるっていうのが、まずそれが一番最初にできることだと思うし、これがやっぱり心理学の基本になると思うんですね。心理学っていうと、本当にこう、小ずるい手で、手口で相手を操作するって思いがちですけど、意外とシンプルなんですね。 基本的に自分の考え方とかこう、見方とかをパパって変えていくと自分が変わって、そうすると波長の合う人合わない人とか変わってきて周りも変わっていくってことなんですね。一番最初に簡単にできることなので、ぜひちょっと自分で思い方ということがあったらやっていただけたらと思います。以上、今日は最後までご視聴ありがとうございました。今日もご視聴最後までありがとうございました。 今日の動画があなたにとって面白かったなとかためになったなっていう方はいいねのボタンを押してくださいチャンネル登録の方もよろしくお願いしますメールマガジンではこういった内容のものを毎日、えー、お昼に配信しておりますのでもし面白いなと思った方はぜひ登録お願いしますこちらの方のびっくりマークの方ね、えー、押していただけると 中に入れて、えー、メルマガのどんな内容なのかっていうのをそのページで見ることができますので LINE アットもありますからそちらの方で登録ぜひしてください。以上でです黒田ししたたありがとうございました